紹介試験を始める前に音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえない時は手を挙げてください。天気がいいから散歩ししまょう天気がいいから散歩しましょう。 天気がいいから散歩しましょう。天気から散歩しましまょう2012年第2回日本語能力試験懲戒 N5 これから N5 の 懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題1問題1では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。では 練習しましょう。例、クラスで先生が話しています。学生は今日、うちでどこを勉強しますかでは、今日は20ページまで終わりましたから、21ページは宿題ですね。全部ですか い,いえ、21ページの1番です。2番はクラスでします。学生は今日、うちでどこを勉強しますか一番いいものは3番です。回答用紙の問題1の 例のところを見てください。一番いいものは三番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。一番。女の人と男の人が 話しています。男の人はどれを取りますかすみません。その白いカップを取ってください。どちらですか小さいカップの隣のです。男の人はどれを取りますか 2番。2> 教室で先生が話しています。学生は明日何を持ってきますか明日の授業でハガキの書き方を練習します。明日はハガキを持ってきてください。切ってはいりません。それから鉛筆じゃなくてペンで書きますから。 ペンも忘れないでください学生は明日何を持ってきますか<番> 女の人と男の人が話しています。男の人は何を消しますか今日の仕事は終わりです。帰りましょう。はい。えー、テレビはもう消しましたから、エアコンを消してください。はい。電気もお願いします。はい。 男の人は何を消しますか ?4 番料理のクラスで女の先生と男の学生が話しています男の学生は この後すぐ何をしますかでは、これからカレーを作りましょう。先生、私は野菜を切りましょうかいえ、野菜じゃなくて肉を切ってください。はい。男の学生は、この後すぐ何をしますか 5番病院で医者と女の人が話しています。女の人は来週いつ病院へ来ますか来週の月曜日の3時にまた来てください。すみません。月曜日は忙しいです。そうですか。火曜日はどうですか大丈夫です。 じゃあ、三時半に来てください。はい、わかりました。女の人は、来週いつ病院へ来ますか 6番男の人と女の人が話しています男の人はどこに行きますかすみません郵便局に行きたいですがどこですかああ郵便局ですねあそこに本屋がありますねはい本屋の左にレストランがありますはい。 レストランの隣が郵便局です。レストランと銀行の間です。わかりました。ありがとうございます。男の人はどこに行きますか 7番大学で男の学生と女の人が話しています。この後男の学生はどこへ行きますかあの、すみません。今日日本語1の授業は休みですか ?2 階の教室に行きましたが誰もいませんでした。日本語1ですかちょっと待ってください。 ああ、山田先生の授業ですね。今週から一つ上の3階の教室になりましたよ。先週の教室のちょうど上の部屋です。そうですか。先週休みましたから知りませんでした。4月にテストをしたところです。わかりますかはい、わかります。ありがとうございました。 この後、男の学生は、どこへ行きますか問題2問題2では、はじめに、質問を聞いてください。それから、話を聞いて、問題用紙の 一から四の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。例男の人と女の人が話しています。男の人は昨日 どこへ行きましたか男の人です。山田さん、昨日どこかへ行きましたか図書館へ行きました。駅のそばの図書館ですかはい。僕は山川デパートへ行って買い物をしました。え私も昨日の夜、山川デパートのレストランへ行きましたよ。そうですか。 男の人は昨日どこへ行きましたか一番いいものは3番です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから、答えはこのように書きます。 では、始めます。一番。女の人と男の人が話しています。二人はどの果物を使いますか果物のジュースを作りましょう。りんごは好きですかはい。あ、みかんもありますよ。 じゃあどちらも入れてくださいバナナはありますかああバナナはありませんそうですか二人はどの果物を使いますか 2番。2> 女の人と男の人が話しています。男の人は何を飲みますかいらっしゃい。どうぞ入ってください。何か飲みませんかじゃあ、コーヒーかお茶をお願いします。昨日、友達にもらったお茶があります。美味しいですよ。いいですね。飲みたいです。 暑いのがいいですか冷たいのがいいですか冷たいのをお願いします。男の人は何を飲みますか 3番公園で男の人と女の人が話しています。女の人の子供はどの子供ですかこんにちは。今日は子供が多いですね。ええ。本を読んだり絵を描いたりしていますね。私の子供も絵を描いています。池の近くにいる男の子ですか いえ木の下で書いていますああかわいいですね女の人の子供はどの子供ですか 4番。学校で女の学生と男の学生が話しています。二人はどこで会いますか今日、映画を見に行きませんかいいですね。じゃあ、2時に門の前で会いましょう。あ、でも私は2時半まで授業があります。そうですか。じゃあ、 食堂で待っていますから来てください。わかりました。あ、授業が始まりますから教室に行きます。じゃ、また後で。二人はどこで会いますか 5番。女の先生と男の学生が話しています。来週は初めに何ページを勉強しますか今日の授業は終わります。来週は20ページからやりましょう。先生、18ページと19ページがまだです。18、19は練習問題ですから、 自分で勉強してください。はい。あの、17ページはとても難しかったですから、来週もう一度教えてください。そうですか。わかりました。じゃあ、17ページをやってから20ページをやりましょう。来週は、はじめに。 何ページを勉強しますか ?6 番図書館で男の人が留学生に話しています土曜日図書館は 何時から何時までですか皆さん、この図書館には新聞や雑誌、そしていろいろな日本語のテキストがあります。図書館は朝9時に開いて夜の10時に閉まります。でも、土曜日と日曜日は午後6時に閉まりますから気をつけてくださいね。皆さん、 本をたくさん借りてください。土曜日、図書館は何時から何時までですか問題3、問題3では、絵を見ながら質問を聞いてください。 矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。レ,<イ>レストランで お店の人を呼びます。何と言いますか ?1、1> いらっしゃいませ。2>, 2、失礼しました。3、すみません。一番いいものは3番です。回答用紙の問題3の 例のところを見てください。一番いいものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。一番、友達の誕生日です。 何と言いますか一、おめでとう二、2> 2どうぞよろしく三、どういたしまして二番。 熱いお茶が買いたいです。何と言いますか ?1、1> 熱いお茶をどうぞ。に熱いお茶はありますか ?3、熱いお茶を買ってください。 3番、今からクラスの人たちに話したいです。何と言いますか ?1、1> 話しますか 2>, ?2、わかりましたね ?3、聞いてください。 4番、昼ご飯が食べたいです。友達と店を選びます。何と言いますか ?1、1> 誰と食べますか ?2、いつ店に行きますか 3>, ?3、どの店がいいですか 5番、友達が荷物をたくさん持っています。何と言いますか ?1、1> 持ちましょうか 2>, ?2、持ちませんか ?3、持ってください。 問題4問題4は絵などがありません。文を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。 例、お国はどちらですか ?1、1> あちらです。2、アメリカです。3>, 3、部屋です。一番いいものは2番です。回答用紙の問題4の例のところを見てください。 一番いいものは二番ですから答えはこのように書きますでは始めます一番日本語のテストは難しかったですか一。とても安かったです 二。2> 2あまり難しくなかったです。三。よく勉強しますね。二番。スポーツは何が一番好きですか。一。はい。とても好きです。 サッカーの方が好きです。三。そうですね。テニスです。三番。いつ日本へ来ましたか。一。去年の春です。 2> 2はい来ました3六時間ぐらいです4番何時のバスに乗りますか ?130 分ぐらい乗ります 二、2> 2はい、バスで行きます。三、二時半のバスです。五番、来週の山田さんの誕生日に何をあげますか一、1 何ももらいません。2, 2本をプレゼントします。3来週の水曜日です。6番あそこで田中さんと話している人は誰ですか 1, 1あそこで話していますよ 2, 2私も知りません3白いシャツを着ていますこれで懲戒試験を終わります